はい、皆さんこんにちは、マダリルフィジです。では今回は新規連打野望ベリーハードチャレンジ続けやっていきたいと思います。一連戦争のギレン総帥のシナリオにマフティをニューガンダムに入れて歴史介入させてのチャレンジ企画になります。すでに宇宙はほぼ制圧完了しておりまして、残りはルナ2のみです。地上でも進行作戦順調に進んでいて、おそらく次はオデッサ作戦が発動されると思うんですが、その前にですね、ホワイトベース関連のイベントいくつか、発生するものがあると思います。でそれらについてはもう今更感がとても強いので、スルーをしていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。総帥、消息不明となっていたシャアをグラナダ基地で保護しました。発見が早かったため酸素欠乏による後遺症もなく、すぐにでも戦列に復帰できます。シャアは戦線に復帰できますね。はい、ホワイトベース関連のイベントをいくつかこなしましたが、ここからベルファスト基地の攻略作戦発動できる状態になりましたので、早速出撃させていきたいと思います。舞台はニューヨークから出します。ほぼ主力となるギャン系列のモビルスーツはですね、全て能力にアップデートをかけるために改造を施してあります。主な改造内容は耐久のアップと攻撃力のアップですね。ギャンマリーレ、あとは専用のギャンですね、シン・マツナガとかシャーとか、あとゲルググに関しても同じように改造してあります。マッドアングラーは水力を改造、ギャンキャノン、このあたりも全て改造済みです。改造したモビルスーツと水力の増したマッドアングラー隊、これで一気にベルファスト基地を飲み込んでいきたいと思います。では出撃させていきましょう。報告します。はい、連邦軍ソロモン周辺で大規模な軍事行動ということで、これ連邦軍がソロモンに攻撃を仕掛けてきそうな気配があるので、ベルファスト基地の攻略作戦今行っているんですけども、ソロモンの方に部隊一部残しておきたいと思います。さあ、ベルファスト基地の攻略作戦を行っている最中ではありますけども、ジャブローから連邦軍がニューヨークを狙う構えがありますので、一部部隊をベルファスト基地攻略作戦から外して、まあ、シャアなんかを戻して、ここでジャブローから出てくる部隊を、ね、迎撃したいと思います。ソロモンの方にも一部ガルバルディ隊を戻していますので、少しベルファストを攻略する戦力減っていますけども、まあ、ここも奇襲をうまく成功させていきたいと思います。先にニューヨークが来ましたね。敵が侵入してきたニューヨークの迎撃戦です。まあ、ここはグラブロを大量に戻してあるので防衛十分できると思います。一応敵の戦力ね、確認しておきましょう。フィッシュアイに入っているものがいくつかいる、そういう形ですかね。では迎撃していきます。でここにはザンジバルなんですけども、ザンジバルはもう下位にアップグレードしてあります。でもちろんザンジバルも改良してあります。グラブロも攻撃力を上げる改造をしてあるので、火力はかなり上がってるんじゃないかなというところですね。まず難なくですね、ニューヨークに攻め込んできた敵部隊は迎撃撃滅できました。味方の損害はなしです。我が軍の勝利です。続いてベルファストの攻略戦ですね。まあ、懸念していたオデッサから戻ってくる敵部隊というものがやっぱりいくつかあったので、まあ、これをね倒していく必要はありますが、それでも十分有利な戦力用意してありますので、このまま攻略戦進行していきます。ここはランバラルですね。ランバラルのギャンも改造してあって火力がかなり出るようになってます。
ここにいるのはガトーですね。ガトーも専用のギャンに乗ってもらっています。さらにここにはジョニー・ライデンですね。ジョニー・ライデンももちろん専用ギャン、しかも高機動型ギャンになってます。高機動型ギャンになると、まあ、ビームランスになってますね。3連星も出撃します。3連星も高機動型ギャンになってますね。続いてこちらは新松永です。新松永も高機動型ギャンになっています。これが今回投入したエースパイロットたちですね。はい、敵部隊全滅でこのベルマサ基地攻略完了になります。まあ、実はですね、シーマ様とかも侵入をしてくれたんですが、まあ、このシーマを使うまでもなくベルファストは攻略完了になります。これで地上で残っている拠点は連邦としてはもうジャブローだけですね。我が軍の勝利です。報告します。諜報部によると連邦軍がオデッサに対し大規模な軍事行動を開始したようです。ようやくオデッサ作戦来ましたね。ちょっと今更感はありますが、何としても守らねばなりません。マクベはオデッサ防衛の切り札を用意しています。まあ、これマクベは核を使うというのが切り札になるので、マクベを使う必要はもう今更ありませんので、マクベの司令官は就任を拒否しましょう。そうですか、マクベには任せられないというのですね。わかりました、諦めましょう。議連閣下、偵察部隊からソロモン空域に連邦艦隊が集結していると報告がありました。またデキン皇后が和平交渉を行う。ソロモンの防衛戦始まります。プレートデキンで連邦艦隊に向かったようです。おいたな父上。まあ、いろいろイベントの順番がおかしくなってきてますけども、ソーラーレイは開発完了してますので、ソーラーレイ発射してデギンを葬り去りましょう。ソーラーレイの発射準備は整っています。しかし変更ミラーがテスト用のものしか使えませんので、一度しか発射できません。能力は予定通り出るのか。はい、それは間違いありません。発射位置を指示してください。現在の目標はデギン皇后の向かったゲルドルバ照準に設定されます。そのまま発射します。そのまま発射するのですか。最終目標を伝える。基本ターゲットゲルドルバ、ソーラレイスタンバイ。それではデギン皇后も巻き込んでしまいます。目標の変更はない。これでデギン・モロとも和平の話をなくしちゃいましょう。惜しくもデビル将軍の登場する連邦艦隊機関の撃破は確認できませんでしたが、連邦艦隊の約 30% に損害を与えることに成功しました。しかし同一戦場にあったグレートデギンの識別信号は消滅。そうか、グレートデギンのことは他言無用。分かっているか。ではベルファストを取った直後になりますけども、連邦軍がソロモンに部隊を送ってきてますので、これ迎撃していきます。ソロモンにはバルバロを大量にといっても、まあ4機ですけど用意してますので、バルバロを出していきましょう。もう時代遅れの連邦軍を撃破するには十分だと思います。でその他でいうとガルバルディ隊をここに置いてありますので、まあ、このガルバルディも強いですからね。ガルバルディで連邦を蹴散らしていきます。できれば侵入されることなく決着をねつけたいなというぐらいに思ってますので、ガルバルディ隊を全部出していきましょう。
バルバロ・ガルバルディであれば、時代遅れの連邦軍のイベントユニットは簡単に撃破できますね。でこの後はルナ2の攻略作戦に備えて、地球上空にいた部隊はですね、ほぼ全部ルナ2方面に振り向け直しています。エルメス、ビグロ、ジオングなんかも向かわせてあります。で開発上下はもうすでにレベル20に全て、到達してまして、パーフェクトジオングなんかもね、生産する予定はありませんが、開発は完了しているというところまで進んできています。ここにフルバーニアに乗ったアムロがいてですね、これがなかなかに強力なので、葬り去っておきたいと思います。まあ、砲撃で葬り去るのが確実かなと思いますので、砲撃で仕留めていっちゃいましょう。これでレベル将軍も撃破になります。完全にソロモンに攻め込んできた敵部隊は沈黙させたというところになると思います。アムロもついでにゲギアですね。報告します。キシリア様がデギン国王の死について疑問を感じ、調査を行っているようです。ギレン閣下に害をなす恐れもあります。適当な罪状によってキシリアは逮捕しておきましょう。反乱を起こされても面倒ですからね。了解しました。キシリア様の逮捕に向かいます。兄上、一体どういうおつもりですか。私に何か落ち度でもあったのでしょうか。自分の胸に聞いてみるのだな。連れて行け。なぜ。はい、ではキシリアを逮捕したところで一旦切りよくなりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回はオデッサ作戦、これのね、防衛と続いてルナ2攻略、そして最後ジャブローを攻略と続きをプレイしていきたいと思います。